フォトアドバイスチャンネル、イエーイ。はい、フォトアドバイスチャンネル、プロフォトグラファーの中村道人です。はい、MC の中島あずさです。よろしくお願いします。なんかね、コメントに黒プチメガネをしたらよくねって言われてる。あら、お似合い似合いますね、ね、もう写真集でしょ。写真集でございます、ね、写真集ってどう、いいでしょ、見てて。なんか正直こうしっかりした写真集を見るの初めてなんですけど、なんでしょう、まあ、こう一瞬やっちゃいそうになりますけど、なんかもうそんな今風ぶらなくてもいいと思う。なんか、ね、今風ぶらなくてもいいですよね。そう、でもなんか、ね、昭和のお姉さんだからね昭和のお姉さんだって声ありますよねそうそう、デジタルカメラって皆さんね持ってるやつね、2000万画素とか3000万画素とかね、もっとの画素数あるけど、うんうん、そうですね、ウェブで見てる方多いでしょ、はい、まあ、ほぼほぼ今の見てる方ウェブで見てると思うんだけど、うん、でもウェブってさ、そんな画素数いらないのよ。あ、そう、まあ、2000万とかそうなん、ね、うん、そうそう、もう1000万もあれ十分だし、もう500万画素とか もっと低くても全然大丈夫で、そうそうそう、何百万画素でもウェブでは使えて、うんうんうん、でまあね、みんないいカメラ持ってるのはなんでかっていうと、紙の印刷とか紙のプリントを、うん、紙を、に対応するためにそうやって2000万画素とか3000万画素のカメラになってる。確かに、そのため、ね、そうそう、ローゲードだとそうだよね、ローで綺麗にするのもやっぱりね、あのウェブで見るためもちょっとあるけど、ちょっとあるけど JPEG だってできちゃうじゃないですか、うん、あれやっぱりこだわるのはこう、うん、プリントとか紙に、ね、なるためというのがした時に綺麗にいいので、うん、だからやっぱり写真集とかの写真を見るっていうことはすごくいいことなんですよ、うんね、写真展に生の、ね、プリントを見に行ったりとか、うんうん、こうやって写真集を見るっていうのはすごくあの写真の勉強にもなるし、うんうんうん、そういう、ね、クオリティを知る、ね、うん、一つのいい手段だと思います。ですよ ね、あとはこうほら、まあ、一応プロ の、ね、あの写真家さんたちが、うんうん、まあ、テーマを決めてまとめてるわけじゃないですか、一枚写真じゃなくて、うんうんうん、そういうそのテーマを決めて、一つのものに作り上げてるというのがすごく大事で、それを知るというのにはもうもってこいですよ。確かに、うん、そうですよね、一冊にまとまってこうその人が一つのテーマで作り上げたもの、作り上げたものでしょ、まあ、もちろんデザイナーさんもいるし、うん、まあ、あのいろんな、ね、人が関わってるけれども、まあ、基本的にはやっぱり、そう雑誌とか、ね、あの、うん、とは違って、うんうん、まあね、一人の写真家の、まあ、世界観なわけなんですよ、うん、それを、ね、知っとくっていうのは面白くて、で写真をやってる時に、うん、まあ、いろんな世界観があるんです。僕もこうやってなんか、ね、うん、写真集好きなので、いろいろ、まあ、一部だけ持ってきたんだけど、一部です、全然一部、まあ、あの最近もね、こんなちょっとちらっと、うん、まあ、最近のものなんかもね、こうやってあったりとかしてるし、あと昔から、まあ、うんうん、好きで、ね、何冊か買ってます、うんうん、まあ、あと古本屋で探したりとか、買えなかったやつを古本屋で探したりとか、あ、そうか、そう、ありますもんね。で、これ立木さん、ね、立木義弘さんって、まあ、有名なね、写真家の方なんですけど、うんうん、まあ、昔の写真集です、うん、花景色、大きいね。でこれなんか僕がまだ20代ぐらいの時に、まあ、あのすごく影響を受けた、写真集というか写真家で、うんうん、あのよく、本屋さん行ってパラパラめくって、ね、うんうん、立ち読み的なことして立ち読めます立ち読めました、うん、あのなんかね、写真を撮って若い、まだ若かったなんかヒントが欲しい時に、うんうん、あの本屋さん の、うんうん、あの写真集コーナーに行ってこうやってね、見て、でこうなんか自分のイメージを膨らむ、真似するってわけじゃないんだけど、うんうん、このイメージのインスピレーションをこうね、膨らませるために写真集をよく見てて、通ったりとかしてました。の中の割とその写真集で、それ持ってたと思ったんだけど、うんうんうん、家のね、あのなんか探したらなくて、あれ、もうあの、そうそうそう、俺てっぴりこれは自分で持ってると思い込んでたんだけど、うんうんうん、プロ屋で、ね、探しました。ポチってやって届いて、あ、ポチッとやって、ちょっと昔を思い出しちゃいました。あ、そうだ、俺もう若い時これを見ながら、あ、こういうのはね、いいよなっていうね、うんうん、じゃあもうこの若い頃見て、まあ、うん、きっとまあ多かれ少なかれ影響というか、だから残ってるんですよ、ここに。だから残ってるのがやっぱり写真撮っていくのに役立つ、うん、でそういう意味ではもうこういうね、あの上高地が大好きで、あ、まあ、子供の頃から上高地の絵はがきを見てどんなすごいとこだろうと思ってた
わけで、うんうん、でまあ写真学校行ったりとかそのあれした時にこれを本屋さんで見た時に前田晋三さんっていう、もう今でも僕が尊敬するね、うんうん、風景写真家の方なんですけど、まあ、上高地の写真集を見つけた時は、うんうん、おこんなすごいすげえところが、うんうん、まあね大正池とか、ね、穂高は有名だけどもいろんな写真集だからそれ以外の細かい自然のね、風景がいっぱい乗っかってるんですよ。あのね、六六のカメラで撮られてるから、篠子の六六で結構若い頃はそういうね影響を受けて、うんまあ、上高地にね通ったりとかしたので、うんうんまあ、自分の写真のそのやっていく人生までもちょっと変えてしまう力がある。ああ、うん、力が、うんうん、あのちょっと写真集って他のね、本と比べると、まあ、数千円するので高いんだけど、うん、なんかいい写真集に出会えると、うんうん、本当に自分の写真人生が変わっちゃうぐらいの力があるので、まあ、プロに限らずアマチュアの方も結構あの買うといいと思うよ、うん、なんか気づきっていうか気づきがいっぱいあります。あの、ね、本当に長くなっちゃうといけないんだけど例えば、ね、篠山紀信さん、その有名なね、有名の方、あとこれもうあの随分前にあの購入してなんか小説みたいなサイズですね、まあ、そう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 、ね、まあ、あとこれもね世界観ですよ、篠山先生のぎっしり詰まってる、そうそうそう、ね、なんかサイン本だったりとかして、そういうところも嬉しいです。わかっこいいね、巨匠のサインってかっこよくね、ください、はい、で、あのこれあの僕の家にはちょっと写真集をこうねあれしてるこう棚があるんだけ ど、はい、ど普段ちょっと蓋が閉まってて中見えないんですよ。パカッと開けてそうそうパカッと開けて見るんだけど、これでもほらなんか今有名な女優さんたちがまだあの幼き頃のがあったりする、ね、これはほら、まあ、検索すればウェブも出てくるかもしれないけど、うん、やっぱりその当時の、うん、歴史とかそういうあれの、うん、もう詰まってるじゃないですか、うん、え、ね、女優さんが結構今の日本女優さんがなんか、ね、うん、美しい美しいね、美しい、美しい、美しいね、だそういう楽しみもある。だから、うん、あの残ってるわけじゃん、残ってる、うん、ウェブで流れてる写真じゃなくて、ウェブだと生、まあ、そうですね、自分が所蔵してる残ってる、うん、ね、見たい時に見てる、うん、そういう本屋さんも、うん、町の本屋さんじゃなくて、あのちょっとほら有名な本屋さんが割と今ちょっと、うん、あのこじゃれたこじゃれたありますね、カフェのコーヒー飲みながらね、あーありますね、最近コーヒーも飲めるとことか、ね、とあるでしょ、ああいうとこって割とこういう写真集コーナーが充実してるんですよ、うんうん、なのでそういうとこでパラパラってねめくってみて、うん、まあ、もし自分のあのちょっとインスピレーションくるようなものがあったりとかすると、うん、買うととてもいいと思うよ、うん、なんかたくさんあるからこう見ていって、うん、自分の中であこれいいなって思うものってきっと人によって違うんですよね、そう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 、それがね、うんうん、あのそういう写真集というものですよ、お金では買えないという、なるほどなんかでもいい意味で時代を感じられますね、うん、それもある、そうそう、うん、だから今の時代の、ね、こういうのもある買っとくとまたこの何年後かにあとちょっと見方が変わったりとかするし、うんうんうん、あと持ってる写真集をちょっとしばらくしてから見るとまた面白いのもあるし、うん、そうそう、見る時の自分のね、うん、なんだろう、持ってるものっていうか、ね、それによってね感じ方も違いそうですね、うん、あともう写真の勉強にも本当になるし、なりますね、なりますよ、なりますよ、だって悶々と何撮っていいか分かんないとか悶々と考えてるよりは、うんうん、そうですね、なんかこういうところでこうちょっとね、うん、自分 の、 あのテーマとかああいうものね、うん、なんかこういうの見てね、私もこういうの撮ってみたいなとか思うね、スタートにもなりそうですよ ね、 うう、ね、うん、例えばこれなんかこれ僕よく木の上にモデルちゃん立たしたりとか、うん、乗った乗ってってでしょ、これ多分これ若い頃に見たこういうの若干やっぱり残ってるんだと思うよ、うんうん、乗ろうみたいな、この頭のこう奥の方に見てたこれが残ってて、うん、そういうのがあるので、うんうんうん、まあちょっと写真集っていうのは、うんうん、家に置いてかさばるかもしれないけども、うんうん、面白いと思います。写真やってるんだったらやっぱり自分の好きな写真集見つけてみるっていうのは一つの、うんうんうん、大きな写真趣味の、うん、そうです、だしせっかく写真やってんだったらそのウェブのね、うんうん、あれだし、あとで、まあ、自分のね写真もそうやって高画質で撮ってるんだったら、うんうん、こういうようなものが作れる、うんうん、まあ、画像で撮ってるんだよっていうね、うんうん、あれにもなるんで、そういうのも知ってもらいたいなと思います。でも同じ写真でも多分上で見る、ウェブで見るのと紙で見るのと違いますよね。違います、モニターで向こうから透き通ってる透過光で見てる絵と、うんうんうん、こういう反射原稿をつって反射で見てる原稿って違うし、うんうん、あとモニターって色がバラバラじゃない、うんうん、そうですね、ノートパソコンとか、うんうん、
家にね、そういうのがじゃなくて、これもこのね、うんうん、この写真家の人が色構成をしてこの色で写真集を出そうって決めた色なので、どういう色調で撮りたかったっていうのもここにズバリ、ね、答えが出てるんですよ、うんうん、だからそういう、ね、答えを見るのにもいいよね。なんかそういうこういう写真をこういう色して撮るのがね、うんうん、綺麗だとか、あ、うん、なるほど、そういう参考にもなると思います。へえ、じゃあもう写真集の中にそういろいろ気づきだとか、うん、自分のどういうのが好きなのかとか、うん、そういうのが結構詰まってる、うんうんうん、だからもうね、もうウェブ時代なので、まあ、ウェブで見るのもいいけど、ウェブで見ながら写真集を検索してポチッてやるのも一つじゃないかなと、うん、だから最近のもこれのもそうですよ、うん、なんかツイッターで見ながらなんか写真集出しますって見て、うんうん、ポチっちゃおうってポチっちゃったのいっぱいポチポチしてるんですね。そうそう、集まってくるとまだね、まあ、やっぱり本なので、うんうん、ほらちょっとね面白いじゃん。そうですね、いろいろあるとこれも見て、小説一緒ですよ、こう、ね、集まってくると面白い。確かに、好きな方はぜひぜひ。確かに、と思います。はい、はい、写真集、皆さんも写真集を買ってみましょう。ぜひね、興味持ってもらうと、うんうんうん、面白いと思いますし、まあ、最初立ち読みでもいいので、そうですね、覗いてみるところから、覗いてみると本当にいろんな、うんうん、じゃあ今日はちょっとね、この日本の作家さんのね、うんうん、が多いけど、もう外国のもすごいし、うん、そっか、言葉わかんなくても、いや、もうそう、言葉わかんなくても写真を見ればいいわけだから、まあ、新しいもの古いもの、あとそういう歴史があって今の写真があるので、まあちょっと昔の名作なんかを見てみるのも一つの写真の勉強にもなります。なんか同じ人を買い続けるのも面白いですね。それも面白い、同じ作家ね、写真家の方で買い続けるのも面白いし、趣味が合う方があればいいと思います。はい、それぞれの方の楽しみ方で写真集を、はい、楽しんでいただけたらと思います、はい。